カレッジの空港と同じ空港、同じ管制塔で、ここの空港の離発着はしています。であとね、ここアラスカですが、冬になりますと湖は凍ります、ね、そうするとこの水上飛行機、どうなるかと言いますと、もちろん凍った湖の上をですね、今度はスキー板を、履かせてですね、凍った湖の上をですね発着するんですね。10月、いわゆるこの湖が凍り出す前に一度この水上飛行機をですね全部陸に上げまして、湖が完全に凍るまで待つんですね。で、氷の厚さが平均して30センチ以上、厚みがね30センチ以上になるのを待ちまして、それからまた水上飛行機を氷の上に戻して